ジュニオです。クローズアップのシチュエーションにおいては出してくるものに対して説明責任があると、このリアリティのある日常に溶け込ませられるサイズ感、そういう意味でも、日常にある小物を消すという文脈であれば、このぐらいのポケットチーフサイズのハンカチーフがちょうどいいんじゃないかなと。デビルハンカチを使っている方を見て、非常にもったいない入れ方をしているなと。今見てわかりますかね。このポケットが今自分の方に向いています。僕はですね、このデビルハンカチというこのデバイスさえあれば大概の現象は起こせると思っています。消失と出現があります。そして移動がありますね。 A が消えて B が同じ位置に出てくることで変化を示せるわけです。基本的に消失出現移動変化である程度の物理現象というのはカバーできると思います。必要な文脈で必要なものを出すというのは、マジック的に非常に良いかなと。消失としてデビルハンカチをシンプルに使うのは少し難しいです。デビルハンカチというのはサポートアイテムなんですね。メインの道具ではないんですよ。デビルハンカチはあくまでその場にあった適当な布として扱いたいわけです。デビルハンカチがメインにならないように補正してください。メンタルマジックにおいてどのようにデビルハンカチを使うか、フォースができればあらゆる現象が可能になります。予言もできます。読心術もできます。一致現象ができます。本当にいろいろなことができる道具です。ぜひですね、いろいろな方法を考えて皆さんのマジックライフの彩りになれば嬉しいなと思います。ぜひお楽しみください。